自衛隊で実際にあった懲戒処分エピソード。事の発端は2017年6月、3等陸曹の男性隊員が副業を行い懲戒処分が下された。記事によると、男性隊員は YouTube でゲーム実況による配信を行い、2019年の3月までに約108万円の収入を得たとして、自衛隊は停職4日の懲戒処分にした。国家公務員の立場にありながら副業することは違反行為のため、当時の部隊長は厳しく非難、再発防止を徹底するとコメントした。ネットの反応というように、珍しく加害者を評価するコメントもちらほら。こやつ一体何者や。自分は自衛隊辞めてから YouTube 始めたけど、1年間ほぼ収益ゼロ。俺は毎日動画を出しても大した収益にならないのに。あんたすんげえな。いや、自衛官で副業はダメだよ。結局は真面目が一番なんだよな。